おはようございます。釣り子 TV です。今日買ってきたルアーはこれ、ボトムアップのリズィってことで、リズィでいいのかな、リにね、ズにね、小さいイで伸ばして、でまあね、シャットプラグなのか、はたまたクランクベイトなのかっていう感じで、こんなね感じのシルエットなんですけどもね、ボトムアップっていうことで、裏にはね細かく説明書きがこう記載されていて、何にしてもね、ボトムアップからいろいろな動画が出ていて、霞水系とか、ああいう、まあ、ちょっとハイプレッシャーなおかっぱりで、河村光太郎さんがバタバタとですね、ブラックバスを釣り上げてる、そんな動画を見て、ああ、買えたらね、一個買いたいな、なんていうふうに思っていたんですけども、お一人様一個でね、釣り具屋さんに並んでいたので、で、価格が1750円。で、このカラーがですね、ゴールデンシャットっていう、こういった色を買ってきてみました。じゃあね、早速開けていってみたいと思います。こんな感じの、まずね、パッケージなんですね。っていうことで、中身はどんな感じでしょうか。ね、結構こだわり満載のプラグみたいなので、気になっていたんですが、はい、出てきました。リズィ、針がね、とんでもなくいい感じの、ピンシャンな針がついていて、で基板リップ搭載のね、前から見るとこんな感じでスプリットリングがついていてね、あ、色も綺麗ですね。腹折れなんですけど、金黒腹折れって感じですね。で背中にはこうリズィって書いてありますけども、なんかね、ほんとシンプルな感じでね、使いやすそうなプラグですけども、事前にね動画で勉強していたところによると、このねリップが非常にこだわっていて、グッとね、そのリップ全面があって差し込む方式と、あとはね、このなんだろう、頭のエッジに沿って、これなんだろう、ほんとね、はめ込み式で、ここは全部がこの基板があるわけではなくて、ここ V 字にカットされていて、それをまあずれないようにこうちょっとしたへこみにはめ込む、このね違いによってだいぶ動きが変わるっていうところと、あと頭の側にウエイトが仕込まれていることによって、こうね、すごい何とも言えないウォーブル、ロールとも言えない、生めかしい、こう全体的にこう動くようなね、ものすごい動きね、水中のね、こうババババババってね、走ってる映像とか見ると見れたんですけども、そんな感じで、まあ、ハイプレッシャーなところでも、ね、飽きさせずに、魚を思わずバイトさせちゃう、そういった動きにこだわって作られたっていうことみたいですよ。針はね、最初からフッ素加工のめちゃくちゃね、鋭い針が、2個ついているので、ちょっとしたねショートバイトなんかでもすぐねガシッとかけてくれそうな、そんな感じですね。で重さが 7g で 1.5m ぐらい潜るよ、10ポンドラインの使用に、ということで、でフローティングなんですね、これ、フローティングなんで、だからどちらかっていうとクランクベイトっていう感じのルアーになってくるのかな。裏にねちょっと説明があるので見ていきたいと思います。ベイトフィッシュさながらのフォルムと、ヘッドロールが発生させるボディ全体への柔らかなウォブ&ロール、そして水平姿勢スイミングは従来のクランクベイトと一線を画すリアリティを確立、さらにどのアングルから静止してもボディ側面を、これなんだろう、隠し身するエッジの効いた縦扁平シェイプが形状と色調を視覚的に変化させ、リアクション効果を引き上げます。名の由来に恥じぬリアルな目まぐるしさはアピール力の強いクランクベイトではバイトを得られないタフな状況を打破し、オールシーズン対応するシャットクランク、それがリズィなのです、ということで、シャットクランクっていうジャンルになるんですね。こうただ巻きでタカ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 ーってこうね誘っていこうよっていうことですかね。で使用上の注意っていうのがありますね。本製品のリップは外付けによる接着固定を行っております。そのため物に強くぶつけたり水面に叩きつけたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。またまっすぐに泳がせるためトゥルーチューンが必要な場合があります。プライヤーやアイチューナーを用いて軌
道が曲がる方とは反対側に少しずつライン合いを傾け調整してくださいっていうことで、ボトムアップオリジナル構造のこれが外付けハードリップっていうことで、さっきちょっと説明したんですけども、この基板のねこの形がそのままグーッと差し込まれているわけではなくて、ちょっとね接着面が何ですかね、この山なりにえぐれているのをパコッとはめているだけなので、強い衝撃にはそんなに強くないよっていうのが使用上の注意点で書いてありますね。まあよくやりがちなのが、そのウィードとか枯れ草とかが引っかかった時に竿を煽ってこうぶら下げたままパンパーンってね、こうね枯れ草とかウィードとかをこう外す、そんな動作をするとこのね外付けリップが壊れちゃう可能性があるよっていうことがあるので、まあそこら辺はねちょっと優しく扱ってねっていうことみたいですね。で、はやぶさ社製のトレブルフック、はやぶさ社が作っている、これねフッ素加工で間違いないと思うんですけど、ピンシャンの針がついているということで、でね、まあ固定重心だよっていうことでいいと思うんですけども、 56.5mm だよっていうところと、この裏にね内部構造が書いてあるんですけども、やはりこの頭の側にウエイトが入っている、で結構ねフラット面が多いなって印象なんですけど、これによって何とも言えない生めかしい動きをすることによってバスに見切らせないようにする、こういったコンセプトのルアーみたいですね。一応ねちょっと重さの方も測っておきたいと思います。はい、それではねボトムアップのリリー、これの重さ測っていきたいと思います。固定重心タイプですけど何グラムでしょうか。7.1 グラム、およそまあ7グラムほどだよっていうことなので、スピニングなんかでも使えると思いますけども、そうですね、ベイトフィネスタックルとかでね、おかっぱりなんでちょっと太めの糸でなくさないように使うのがいいんじゃないかななんて思うんですけど、まあこれ推奨ラインも10ポンドラインで使うことを想定しているっていうことなので、そんな感じのねルアーみたいですよ。いやーまあね、何にしてもねこの手の形がね何にしろ釣れそうだなっていうのが、なんか似たルアーあったなと思って、これ今年ね結構大好きで使っている今勝の激浅シャットですね。これもねシャットクランクみたいな感じでいいんじゃないかなと思うんですけど、これねめちゃくちゃよく釣れるんですけども、どうですかこれ、結構サイズ感似てるんですよね。角度もびっくりするぐらい一緒だなっていうね、まあちょっとこのねリップの大きさが違うんで、まあこれは激浅シャットなんで結構浅いレンジをタカ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 って巻いてくるのに使いたいなと思って、でこの感じの動きをもうちょっと沈むようにして、もうちょっと下のレンジをね、まあ例えばスピナーベイトとかに狙っているレンジとかを引きたいなっていう時にこれじゃないかなって思って、こんな感じでサイズ感ね、ボディの感じ結構似てるんですよね。まあ、別にどっちが真似とかそういうことではなくてですね、その使うレンジによってそのメーカーなんかをいろいろですね分けることによって、より、まあ、これはねめちゃくちゃ結構浅いところ攻略するのに使ってるんですけども、そうではなくて、それよりね一個下を軽やかにねただ巻き中心に、誘い上げる、そんな時にね使いたいなと思ってね、釣り馬さんたちが、まあ、ここら辺のサイズ感とね、こういう感じで作るわけなんで、まあ、釣れないわけはまあもちろんないですよね。結構でもねなんか感じるんですけど、ボトムアップと今勝って若干なんか因縁めいたもの感じますよね。ね一番最初の頃にねボトムアップから出たこうまっすぐボディに後ろにちょこんとねキックテールがついてる、あのワームなんかも、あれそういえば今勝でもなんかちょっと似たような形のワームあったなーなんてね思い起こせば、最近霞ヶ浦で一匹釣ったもんでない、ね、あれこれなんかそういえば似てんなーなんて思ったりしてですね、まあそんな感じでねこう
釣り馬さんたちが魚を釣ることに特化して考えて考えていくとなんか似てきちゃうんですかね。まあ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 、でもね、よくよく見てみるとサイズ感は似てるんですけど、全然ね、このフラット面の出し方とか、あとはまあリップの形状、付け方、大きさとかね、そこら辺は全然違うんで、まあ針なんかはね、自分で使い換えればいいので、まあ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 、後々の話にはなってくると思うんですけども、何にしろね、このリジ、ね、元々で言えば、この手の使い方するのだと自分なんかの世代だとあのジャッカルのチェリーシリーズなんかねすごいね好きで、あとね救われるあれはどちらかっていうとちょっと身の寄りなんですけども、やっぱりただ巻きでねよく釣れてくれたって、でこのサイズ感ですね、これ釣れちゃうでしょっていうね、キュッと小粒で思わずねバスが食いついちゃうようなこのサイズ感ね、これはね、なんとしてもね、期待大のルアーなので、まあ、早速ね、ちょっとね、秋のバス釣りね、広範囲にバスが散ってしまって、どこにいるかわかんないな、なんていう時に、早速投げ込んできたいと思いますね。リジー。まあ、そんなわけでですね、お一人様一個で、ちょっとね、買うことができたので、あ、そんでね、あともう一つ、これこれ。動画の中でボトムアップの動画ですよ説明されていたんですけども、このね鱗のようにもこだわっているっていうことで、こうね鱗みたいにこうシャ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 ってね線が彫り込まれてるんですけども、よーく見るとその下にねさらにこうしぼ加工みたいな感じ、ちょっとデコボコしたような感じでね、この塗装がねすごいなめめかしくて綺麗じゃないですかっていうことで、これ上がる要素の一つですよっていうね説明されていたので、一昔前のハンドメイドで身のなんかねハンクルとかね、作るってなると、例えばタバコの銀紙を貼ってでね、魚の鱗を表現していたなんていうのね思い出してね、なんかそんな感じのフィニッシュにも通じる感じじゃないかなということで、よーく近くで見るとほんとねこのキラリンがねいい感じなんですよね、なんていうねところもありまして、まあ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 これねちょっと釣れそうなルアーなんじゃないですかということで、本日の釣りコー TV はですね、こちらボトムアップのね待望のプラグね、ビーブルもねよく釣れるんで、ああいう感じでねほんと作り込まれているルアーだったらまずね間違いないんじゃないかなと思って、早速ね釣り場で投げてきたいと思います。というわけで本日の釣りコー TV はこちらボトムアップのリディ、これをね買ってきてみたよってこういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。